どうも、豆寺っすか。先だってまで雪降って何もかもなねって言ってらったっけ。今日だばあど桜満開。4日に海外したバスでさすがに入っけ。角立てとかだばゴールデンウィークにちょうど満開で観光客で賑わうんだども、今年だばあどそこまでモダネがもすんねえな。んだども生えば生えていいこともあるんでねえかな。桜さ、雪っこ積もるの見られるかもすんねえ。これ明日の天気図。パッと見何も特徴ねえんた感じなんだども、これな、上空さ、寒気入ってくんのな。マイナス6度ったら平地でも雪降る目安だから、まず内陸だば雪だべな。明日木曜日の日中だば晴れんだども、晩下なれば北部から雪雲流れ込んでくれんた予想。峠だば道路ささっとこ雪っこ積もるべから、あいや、あとタイヤ交換したはって人だば車の運転控えてけです。で、金曜日の朝まだばなんぼが収まるんだども、まあ、金曜日の晩下にかけて雪っこ降ったりやんだりだと思ってねばいけね。気温が極端に下がるエンタや感じでもねえから大雪になることはねえんだども、シーズン終わりの雪だから油断さねえようにさねばねっすよ。で、大田でも同じエンタ傾向。まんずキャドさ雪積もらねえしてもテロテロに凍ることも考えられるから焦げねえようにな。せばねー。